荒れ果てたのを一人の少女が行く。正確には一人と一匹。少女の右手には赤い紐。その先に結ばれたる首輪もまた赤く。黒銀の毛並みを持つ犬は小さく吠えた。飼い主たる少女、レインに語りかけるかのように。あずん！あ、いい曲！あ、いい曲！これ原曲をね、ぜひ聴いたらアズングの意味がわかると思います。校舎の廃墟に転がり、冷たい雨に怯える。輝ける名誉も力も、今ではもう過去のもの。観測とは、事実の側面をえぐり取るナイフ。その男は果たして何を得、何を失ったのか。奪いし者は奪われ、隠して世界は回る。降り止まない雨の向こうに、何色の空を見る。リスクを背負うほど加熱する。駆け引きは全てなくすまで気づかない。どうしがたいエゴのしもべ。この感想がいい。冷たい雨に震える。帰る場所も待ってる人も、今ではもう過去の場所。推測とは、事実の背面を削ぎ落とすナイフ。その男は果たして何を見、何を悟ったのか。奪いし者は奪われ、隠して時代はめぐる。降り止まない雨の向こうに、何色の空がある。運命をねじ伏せ従えるつもりでも、時をつかもうと伸ばした。その手では短すぎた。閉ざされた少女の瞳が開かれし時、世界は幻想をしうる。最悪の夢を、残酷な神を見る。レインの世界、死とは心に先行して、まず体に依存する感覚から朽ち果てるものらしい。なればこそ人は散々忌避し、逃避を企てながらも、招かれざる死の冷たい口づけに耐えうるのだろうか。絶え間ない恐怖感が雨となり、降り続けるという幻想。それは生きながらにして心を壊されてゆく苦痛。ガラス玉のように透き通った永遠の合わせ鏡。罪人は少女の瞳の中に、ただ世界を見るという。百聞は一見にしかず、千聞とてまたしかり。憐憫、侮蔑、的外れな嘲笑、いわば対岸の火事。燃え尽きるまで暑さ分からず、燃えてからでは遅すぎる。この世界で何人が罪を犯さずに生きられるというのか。レインの世界。瞳が開かれし時、世界は幻想をしうる。最悪の夢を、残酷な神を見る。アイスブルーにきらめく瞳が、鮮やかに朽ちる世界と、落ちてく夢に唇を重ねて、残酷な神になる。地にはびこりし我ら罪人の群れ、願わくば君がレインの世界に囚われないこと。
メロディーが良すぎる。メインの世界でした。サウンドホライズさんのメインの世界。